Hey. あれタイトルが出なかったです。こんにちは、元住吉奈々です。もう一度出してみようか。あっとっと、はい、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元住吉奈々です。こんにちは、こんにちは、おはすみよし、おはすみよし。さあ、今日はですね、なんかテイク2でさ、ちょっとテンション下がってるんですけど、PRS スーパーモデルスっていう、ウェーブスのね、プラグインを紹介したいと思います。こちらね、PRS スーパーモデルス、ウェーブスアンプシミュレーターですね。アンプシミュレーター、まあなんか、持ってないなと思って。そういえば。サードパーティーのプラグインで。ロジックについてるやつとかもすごい優秀でさ、あれでいいっちゃいいんだけど、リーパーで使うときとかに、アンプシミュレーターないなと思って。ユージャムのブードゥーも悪くはないんだけど、アンプシミュレーターとしては使いづらいじゃないですか。まあそんなもんでですね、PRS スーパーモデルちょっと導入してみました。3000円ぐらいで安いんで、いいと思います。で、モデル3つあって、スーパーモデル2って S ついてるでしょ複数形の S だからさ、モデルが3つあるのよ。で、ハイゲイン、ミドルゲイン、ローゲインの3つあると。で、特徴としてオートゲイン機能っていうのがあるのと、スタンドアローンでも動作するよっていう、この辺かな？というわけで、まあ、早速見ていくという感じで、最初これがハイゲインのやつですね。わー、さっき弾いたやつ。弾けないですか。弾けない。早弾きを最近練習中ですけど。全く弾けないですね。で、まあなんだろう、特徴なんですかね、これですかね、オートインプットっていうのがあって、今これ秒数なんですよ。で、これ変えても音何も変わらないんですけど、これ変えて、このボタンを押すんですね。で、この間になんか、この 2.5 秒の間に、こう弾くとですね、まあこうインプットは最初デフォルトの状態からやった方がいいな。で、ここでこう弾くと最適なボリュームに調整してくれるっていう機能なんですけど、まあこれマックスになってます。で、これをあれですね、ゲートですね、まあ音が鳴ってない時に無音にしてくれるってやつ。このスイッチはなんだか分かりません。で、ここがキャビネットローダーというもので、左右、まあ、これパンをこう振ってしまえばですね、こう2つのキャビネットを左右に振り分ける。こんな感じでですね、まあ、4番と6番の別のキャビネットが左右に振られてるっていう感じになってます。あんまりっていうか、こっちの、ダウ側でさ、なんか、パンを振っちゃってるから、あれなんでしょうけど。そうすると、ちょっとステレオ感が出るよ、みたいな。同じモデルにしたら、あんまり変わんないのかな。別のキャビにするとこうステレオ感が出るとか。で、これね、外部のファイル IR ファイルとかを設定できるんで、お好きなアンプのキャビネットの IR データを使ってですね、そのアンプの音を出す、アンプじゃないや、スピーカーの音を出すっていうことが
できるようになってるという感じですね。で、まあなんかチューナーとかもついてる。ちょっと待って、よいしょ。ほら、ちょっとピッチは高い。寒いのかな。で、まあここが共通の部分で、で、あとこっちはね、アンプによって違うの、この上の部分が。で、まあ普通これバイパスですね。で、ブースターがついてて、まあなんかブースターもなんか6種類ぐらいなんかあります。なんかこっちの方にするとね、ハイがブーストするような感じになるのかな。ちょっと原因を上げてみます。ちょっと待ってね、よいしょ。ボリュームが、こんな音かな。こっちだともっとブーミーな音になると思います。で、これブーストを振り切るよ。今かかってなかった？こっちにすると、もうちょっとワイドレンジなフレーズを弾かないと分かんないですね。まあまあまあ、なんかアンプの設定とかもね、これ上げると歪みが、真空管歪みが、上がったりとか、そんな感じですね。でブライドスイッチがついてたりとか、まあ、リードクリーンのクリーンチャンネルもあって、このね、クリーンチャンネル結構綺麗なんですよね。なんか、多分一番使いやすいんじゃないかな、アルコン。っていうのが、まあ一つ目のモデルです。で、二つ目のモデル。これがミドルゲインのブルーシエラってやつですね。今、モノラルモードで、これも5秒、こうやって。で、私ね、今弾いてて、すごくレイテンシーがあるんですよ。でね、特徴として、あれがあるんですよ。このスタンドアローン版っていうのがあってですね、これこのリーパーを通してない状態でこれ出てるんですけど、これをですね立ち上げてあげると、ほとんど、まあ設定によるんですけど、レイテンシーを何リーパー側、ダウ側のレイテンシーと違うレイテンシーで設定できるんですよ。なのでこっちでモニターしながらレコーディングして、でダウに録音はダウに録音して、ダウの再生時にダウ側のこの人で再生してあげる、PRS スーパーモデルスで再生してあげて、なんてこともできたりしますね。なかなかいいんじゃないですかね。あ、なんかこれがミドルゲインなんですが、ちょっとね、歪ませた音がね、結構、なんか、あれなんですよ。ちょっとでかいな。なんかブーミーじゃないですか。ちょっとうるさいよね。ごめんね。なので、アルコンの方が、クリーンもリードも好みかなと思ってます。で、最後にもう一つモデルがあるよっていうのは、ダラスっていうモデルがありまして。よいしょ。これも音を、音量を、設定します。
かなっていう感じですよね。でこれクリーンばっかりなんですけど、リバーブがついてるっていうのはまあ特徴。だと思うんですよ。あんまり感じられないですね。はい、そんな感じです。まあなんとなくお分かりいただけたでしょうか。なんで今日リーパー、ロジックじゃなくてリーパーなんだよっていう話をちょっと余談をしてもいいですか？余談をするとね、なんかさ、ロジック立ち上げるとこのトータルミキサーがさ落ちるようになっちゃってトータルミキサーって知ってる？あの RME のトータルミキサーなんですけど、ベビーフェイスプロからの信号を拾ってるやつで、これ立ち上げ直せば音は聞こえるようになるんですけど、元住吉なら、これを直接何収録してるわけじゃなくて、一つソフトウェアかましてねやってるんで、そのソフトウェアがこれ認識しなくなっちゃうんですよ。それでまあなんか困ったちゃんになってるっていう感じなんで、解決方法は分かる方教えてください質問など募集してます。はい、じゃあおやすみよーし。